さあ右からも丸橋が蹴ります。今度はインスイング、グッと曲げて低いボール、フリックした、逆サイド加藤、セットプレーでの先制です。セレッソ大阪、加藤睦月2試合連続ゴール。いや、完璧なスラッシュでしたね。前で合わす、ファーサイドで、に飛び込んでくる、これは完全にこう形を作ったセレッソのコーナーキックでしたね。このスラッシュに対して、まあ、合わすだけではありますけど、非常にボールも速かったですから、なかなかこう面で当たるのも難しいところでしたけどね。